今回お招きしておりますゲストは、個別指導の名工義塾を中心にデザイン広告事業、ビューティー&ウェルネス事業などを手掛けられていますマクシスグループ代表の箕輪智之さんです。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。箕輪さんって社員と近い人ですか？そうだと思います。はい、会社はビッグファミリーみたいなそういう感じの方ですか？どちらか、はい、なんかサプライズプレゼントは時々あるとか。そうですね、最初にお話しさせていただいた壁というところで、私が社員の等の何でしょうかね、接し方を間違ってた部分があったので、それを見直す意味にでもいろいろいろんなことを考えて社員を喜ばせようとしている一つなんですけど。喜ばせてるんですか？はい。平均年齢28歳という130名の社員を束ね、モチベーションを高めている箕輪、その手法は独特のものだった。世の中の会社で、自分の息子が勤めているところを見た親はなかなかいないと思うんですよ。会社訪問をしたことないですよね。ですから、うち北海道から九州まで出身地がいろいろいるんですけど、お父さんお母さんを実家から呼んで、新幹線飛行機代も全部持つから呼べというふうに呼んで、で会社を見せるわけですね。会社を見てですね、うちの息子はこんなとこに働いてるのかと見てですね、でそこから会社を見て、後にバス用意してですね、バスでホテルの方に向かって、そこでパーティーをやって、なんか10周年パーティーとかですね、やって、で次の日は必ず、息子さんとそのご両親、娘さんとこのご両親で、この間やったのは、ライオンキングと、キャッツを、劇団四季を見に行けということをやってですね、ちょっと人数が多いので二手に分かれたんですけ どそれで見て、でバスで東京駅まで送って、お開きみたいな、そういうこともやってました。それをやってらっしゃるから、離職率がこれなんだと、いうことは分かるんですか？自分でそのこれやってなかったら多分あいつは辞めてるだろうなとか、もっとこう辞める人は多いだろうなとか。はい、離職率でいうとですね、当時、会社私が作ってそれこそ 2,3 年目の頃は1年持たないんです。社員はみんな辞めていっちゃうんですよ。それよっぽど経営者がこき使ってたんですか？それともプログラムが悪かったんですか？具体的にはどういう理由で、何が悪かったんですか？いや、その通りこき使ってたんですよ。本当にもう売上げお金お金、なんでこんなに売れないんだっていうこと、経費なんでこんなものにお金使ったんだっていうことを毎日言ってたらですね、さすがに1年持たないようで、全て私の実体験で目の前に来る問題が社員人に対する問題ばかりやってくるわけですね。そのいろんな問題を間違った回答を私がして問題解決すると、同じ問題がまた何ヶ月後かにやってくるんです。いや、これじゃいけないと、じゃあやっぱりクリアの仕方も違う方法を取らなきゃいけないんじゃないかなって、また考えて考えて違うクリアの仕方をすると、またすんなりその問題一切現れなくなって、また大きい違う問題が来るんですけども、そういうことでこう社風がどんどん変わっていくと、生徒もこう感じられるものがありますよね、きっと。だと思います。はい、本当に生徒も変わって感じてくれてると思います。だから生徒の中からマクシスの社員として入社してきた方もいらっしゃると聞いたんですけど。はい、今のマクシスホールディングスの社長をやってるのは、私が2教室目の室長をやってた時に、中3でいたんですよ。で中3生でいた人間が、大学に入った時にうちの講師をやってくれて、大学卒業とともにうちに入社してもらって、それでちゃんとこうドドドって上がって、今社長をやってます。どんな信念とか理念とかをお持ちになって社員教育って望まれているんですか？本当に社員たちに最初に教える、私が新卒に教えるのは、君たちは何で生きているのか、なんで仕事をしなきゃいけないのか、なんで今まで勉強してきたのかっていう理由を全部説明してあげるんですね。そういう理由って残念ながら学校の先生だったり、もしくはお父さんとかからも教わってないことが多いんで、そういうことを教えると一生懸命
日常生活を送ってくれるようになります。会社のためにっていう、いや自分のためにです。会社のためにじゃないんです、人のためにか自分のためにでいいんです、はい。一番大きく成長したっていう要因ってどういうあたりにあるんでしょうか。自分が変われるか変われないかなんですよ。本当にいろんな問題が当たる、それ問題は全て人から発生する問題ばかりなんですね。本当にその人と人との関わり合いをちゃんと改善できるかっていう壁を乗り越えると、そのもう本当に会社が大きくなったのかどうか分かんないですけど、規模は大きくなりますしね。もちろん辞めない社員が増えたり、愛社精神が強い社員が増えたりっていうのも多分そういういい事例なんだと思うんですけど、自分が変わるとみんな社員が変わってくれるっていうのが気づきましたね。リーダーにとってのビジネスの原点、大切な思い出、賢者のオリジン。相当汚いものなんですけど、こんなものをちょっと持ってきました。これは年季が入ってますけど、はい、これは何なんでしょうか。スクリュードライバーですね。はい、そうなんですね、はい。まあ、私の父親のものなんですけども、はい、彼が持ってた遺品って言いますか、もう本当にこのぐらいしか残ってないんですが、父親は職人でですね、はい、結局これは時計の工具なんですが、時計屋はやってないんですよ。時計屋にはなってないんですけど、なぜかこれが家にあると勉強したんですね。彼はデッチ奉公から、もう昭和9年生まれなんです、はい、で、はい、デッチ奉公から上がってきて一生懸命自分で職人をやってた人間なので、うん、いわゆる会社勤めはしたことがない、いつも家にいたんですね。でその父親が、まあ、刺繍業ってミシン踏んでたんですけど、その刺繍業のミシンを踏んでる父親の背中しか見てなかったので、私が今仕事をこうやってできてるっていうところを見せたかったな、今の生きてればなっていう気持ちはもう何年も前から思ってまして、まあ一応これを見ると、ちょっと頑張ろうかなという気になるということですね。原点、はい、ことですかね。さあ、そして続いて次に手掛ける改革のキーワードは何なんでしょうか。はい、本音本物ということです。